演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら、はい、こちらファミリーマートの一応でフラッシュを見たいと思います。フラッシュの3種類で、そこの中はやっぱりシンクですね。でシンクっていうのはちょっと難しいかな。でも甘酸っぱい香りが常にしています。これはね、甘酸っぱそうだ。混ぜてみましたよ。赤赤としていていいですね。では飲んでみます。瞬間にイチゴの甘酸っぱさが口の中にふわっと広がってきましたね。ここに氷のシャリシャリとした食感も入っていて、とっても美味しかったです。他のフラッグと比べるとカロリーが控えめなのもいいですね。というわけで、これから先の季節にぴったりな飲み物になりそうです。いや、食べ物なのかな、飲み物、どっちなのかな。というわけでこちらも伝説させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。